川辺川沿いに並ぶロッジ。ダムが建設されないという前提で2019年に整備された観光施設です。今国や県が計画しているダムが川辺川に建設されると水没します。という気持ちはありましたけども、まあ、その状況に応じた考え方で、日々をやるだけで。こう話すのは施設を運営する狩山恒夫さん。将来的にこの場所が水没することを覚悟しています。五木村いいとこだよねって思ってもらえるように今の段階から、満足していただくおもてなしをしていくという、それだけですね。はい。五木村はダム計画に翻弄され続けてきました。球磨川の支流川辺川でダムの建設計画が発表されたのは57年前。ダムができると村の一部が水没する五木村では反対運動が起こりました。こうした中、将来を悲観し村を離れる人も。元気で。村は1996年苦渋の決断で建設に同意しますが、その後環境問題などでダム反発の声が高まると2008年、蒲島知事は旧ダム計画を白紙撤回します。しかし白紙撤回から12年後の2020年、新たな流水型のダムを国に求めることを表明いたします。豪雨の被害を受け、蒲島知事は考えを一変させ、新たな流水型ダムの建設へ大きく舵を切ることになったのです。県はダムなしの村づくりを進めていた五木村の振興計画案として、ダムを活用した観光策など20年間で100億円の財政支援を提示します。しかしダム建設の賛否に揺れる五木村はこの計画に反発。ダムと切り離した形の新たな計画案で合意します。一方で村民からは不安の声が。本当はやっぱりダムを前提としたこの振興計画じゃないかというふうに思っておりますけれども、実際国と県は建設に向け着々と計画を進めていて、環境アセスメントも始まっています。極限までその影響を検討するというのが国の考え方でありますので、それをお示しいただきたいと。で、分かりやすくお示しいただくことによってご理解をいただけるんじゃないかと。旧ダム計画で移転を強いられるなど、村の人口はピーク時から8割以上減り1000人を切りました。村がなくなるのではないか。かつての水没予定地から高台に移転した村民からは、老人の村という感じでしたよね。半分はもう五木村が将来どぎゃなっとじゃろうかと、30年後、50年後、100年後、どぎゃなっとじゃろうかという頭の描き方はできんと思いました。早急に村の振興を。半世紀以上ダムの二文字に翻弄され続けてきた村民たちは強く訴えます。どぎゃん化して集中的に短い期間でやってもらってですね、まあ、前倒ししてでもして確実にしてもらうということでしたよね。